今の明洞は活気にあふれてますね。人も多いし、屋台などの飲食店や美容コスメ商品も買うことができるので、やっぱりなんだかんだ言っても韓国ソウルの観光地といえば明洞です。今回は韓国旅行に行くけど初めてで不安、慣れてない海外旅行で韓国に着いたらどうすればいいのかよくわからないという方に、わかりやすく韓国旅行についてソウル明洞についてご紹介したいと思います。航空券のお得な買い方や明洞のおすすめのホテル、韓国旅行で必要なアプリやスマートフォンのインターネットの利用方法、空港から明洞までの移動方法、明洞の街や明洞でのお得な両替方法などなど、韓国旅行の基本情報をどこよりも分かりやすくご紹介します。僕はハングルノート加藤と言いまして、韓国にはもう10年ぐらい通ってて、ブログも10年以上運営してます。僕のブログや僕の YouTube を見て韓国語を覚えたり、韓国旅行を楽しんでください。ではまず韓国旅行の事前準備ですが、基本的にはパスポートさえあれば韓国に入国可能です。韓国入国の際に入国カードを記入する必要があって、書き方はこんな感じ。住所はホテルの名前だけでもよくて、電話番号はホテルの電話番号で大丈夫。よく来るお問い合わせで、複数のホテルに泊まるときはどこのホテル書いたらいいですかって来るんですけど、僕の場合一番長く泊まるホテルか初日に泊まるホテルを記入してます。あと100万以上の現金持ってったり、税関に申告する必要があるものを持ち込む際は税関申告をちゃんと書きましょう。申告するものがない方は何もする必要はありません。なので事前準備はパスポートだけで大丈夫です。次に韓国ソウルに行くために航空券が必要ですが、東京や大阪からなら安い時で3万円から、福岡はもう少し安くて 1,2 万円から、その他のエリアは安い時で3万円、通常は4万円以上かかります。コロナ前よりかは少し航空券の値段が上がってる状況ですね。安い航空券の探し方はスカイスキャナーなどの格安航空券検索サイトの利用です。一つのサイトだけでは確実ではない部分もあるので、トラベルコなどなど他のサイトも合わせて検索すると一番安い航空券見つかります。あと買う時期ですが、10年通ってでもいつ安く買えるかは分かりません。早いからといって毎回安いわけでもなく、直前の方が安くなったりする場合もあるんですよね。でも基本的には早めに買っておくのが無難でしょう。格安航空券やクルクの旅行体験予約サイトで定期的にキャンペーンやってて、安い航空券が出てくるので、航空会社の公式 SNS やクルクなどの SNS は随時チェックしておきましょう。次にホテルですが、明洞は大人気観光地なので、ホテルの料金は他のエリアと比べても少し高めです。だいたい1泊1万円から2万円程度ですね。ゲストハウスなら5000円程度から泊まれるところもありますが、韓国のホテルは1人の料金ではなく1部屋の料金なので、友達と複数人で行く際は1部屋1万円の部屋を2人や3人で割って、1泊5000円や3000円程度になることもあるので、ホテルで宿泊するのがおすすめですね。日系企業のホテルも多く、日本語可能なスタッフがいるホテルが多いのも明洞エリアのホテルの特徴。初めての韓国で韓国語が不安という方は日系ホテル一択ですね。おすすめはソラリア西鉄ホテルですが、他にもたくさんおすすめのホテルはあるので、よろしかったらこちらの動画も合わせてご覧ください。韓国で必要なアプリはたったの4つ、ネイバーマップ、パパゴ、カカオタクシーにワオパス。韓国の地図アプリネイバーマップは現地の韓国人も使っている便利なマップアプリ、日本語にも対応しているので大変便利です。ただ検索は日本語にあまり対応してないので要注意ですね。完全に日本語だけで地図アプリを使いたいという方はコネストの地図アプリを使いましょう。 Google マップは韓国では使い物になりませんので利用はお勧めしておりません。パパゴは韓国語の翻訳アプリで一番優秀なアプリです。写真を撮るだけでも韓国語を日本語に翻訳してくれるし、相手の韓国語を話してもらえればすぐに日本語に翻訳してくれます。これがなかったら韓国旅行楽しめません。カカオタクシーは韓国のタクシー配車アプリで日本語にも対応しているので、これ大変便利です。使い方は別の動画で紹介しているので、ぜひこちらをご覧いただければと思うんですけど、事前に目的地も伝えてるし、おおよその料金も事前に把握できるのでぼったくられる心配がなくなります。ただカカオトークを登録しなきゃいけなかったり、なんか使いづらいなと思ったら Uber を使いましょう。全て日本語でクレジットカード払いもできるので、これも便利ですね。最後にワオパスは韓国のプリペイド決済カードのアプリで、使った場所やお店、金額がすぐに分かるし、カードを落としたとしてもアプリと連携しておけばお金はなくならずに済みます。両替にも便利だしね。
さらに交通カードとしても使えて大変便利なコアオパスなので、韓国旅行のお供に1枚絶対持っておきましょう。スマートフォンのインターネットは eSIM や SIM カード、ポケット Wi-Fi などで韓国でも利用可能です。クルックなら全て揃っているので、自分に合ったものを見つけて利用してみましょう。僕のおすすめは eSIM なんですけど、設定が難しそう、大変そうと思う方は僕の動画を見てやってみてください。それでも難しそうと思う方は SIM カードがいいかもですね。入れ替えるだけで使えるようになります。ポケット Wi-Fi も用途によっては便利ですが、充電し忘れなどには注意しましょう。韓国カフェに絶対と言っていいほど Wi-Fi が飛んでるので、なくてもそこまで困らない場合もありますが、いつでもどこでもインターネットは使えた方が便利なので、やっぱり eSIM や SIM カードなどはあった方が絶対にいいです。クルックで eSIM や SIM カードを購入したら空港で受け取ることも可能です。空港で受け取れば設定をスタッフの方がやってくれたりするので大変楽です。たまに自分でやってねっていう場合もありますが、設定方法は教えてくれるので、わからなかったら聞いてやってみましょう。そしてクルックで買えば僕のクーポンが使えるので、他よりもお得に買うことができちゃいます。韓国旅行の保険は必ず入った方がいいですね。本当に韓国旅行中何があるか分かりませんからね。韓国の旅行保険についてもまとめてるので、ぜひこちらの動画参考にしてみてください。僕はいつもクレジットカードの自動付帯の海外旅行保険だけで賄ってます。準備はだいたいこれぐらいですね。あとは荷物やご自身の必要なものを忘れないように気をつけて韓国旅行に行きましょう。韓国のインチョン空港について、インチョン空港からミョンドンまでの移動は電車、バス、タクシーなどで行くことができます。一番安く行く方法は空港鉄道と地下鉄で行く方法です。空港鉄道の乗り場はインチョン空港の地下1階にあります。一般列車でソウル駅まで向かい、ソウル駅で地下鉄4号線に乗り換えて2つ目の駅がミョンドンです。だいたい1時間20分程度で行くことができます。ただしそれよりも早く行くことができるのが空港鉄道の一般ではなく直通列車です。ソウル駅まで止まらずに直通で行けるので、とても早くて便利。ミョンドンまでは地下鉄と合わせて1時間程度、1300円程度で行くことができます。そして次に便利なのが、インチョン空港からミョンドンまで移動できるリムジンバス。時間はだいたい1時間10分程度、料金は1700円程度ですかね。空港鉄道で行くと乗り換えの必要もあるので、リムジンバスなら乗り換える必要がなく、大きな荷物はそのまま現地まで運んでくれるのでバスがおすすめですね。ミョンドンまでなら601番や601号のバスで行くことができます。乗り場と乗車券の販売はインチョン空港の1階で、韓国語や英語ができない方は自動券売機を利用して購入しましょう。現金がなくてもクレジットカードで購入できるのが大変便利なところですね。そしてどれも不安だよという方はタクシーで行く方法もあります。タクシー乗り場はバス停の近くで、インチョン空港の1階の外にあります。料金は8000円ぐらいかな、8000円ぐらいかかります。乗り換える必要もなくて荷物も運んでくれるので一番楽に行くことができると思います。ただバスとタクシーは朝早くや夕方頃ですね、出退勤の時間、この時間に被ると渋滞にはまる恐れがあるので、時間帯によっては予定時間よりも長くかかることを覚悟しておきましょう。ここで地下鉄乗る方法を選択した方は、両替は事前に少しだけ行っていきましょうね。韓国の地下鉄は事前購入やクレジットカード払いができません。現金のみの支払いなんですよ。ミョンドンでの両替がやっぱおすすめなので、韓国のお金をお持ちでない方は事前購入のリムジンバスなどがおすすめですね。ミョンドンに着いたらホテルにチェックインして観光スタートと言いたいところですが、ミョンドンに着いたらまず両替という人も多いはず。ミョンドンの両替所はたくさんありますが、中国大使館前あたりの両替所に行けば間違いありません。このあたりの両替所なら一番レートがいい時もありますし、一番ではなくても悪くないレートで両替することができます。ただミョンドンエリアで両替するのはそこまで差がなくて、100円の両替で5ウォンから15ウォン程度のところが多いです。
15ウォンの差なら5万円の両替をしたとしても750円の差なんですよ。そこまで気にしなくてもいいよっていう方は、レートのいい両替所を探し回るよりも、まあ、観光中に見つけた両替所で買えてもいいと思いますね。他にもワオパスなら日本円をそのままカードにチャージができるので、ワオパスの機械キオスクですね、そのままチャージするのもおすすめです。ワオパスのレートも一番いいレートの両替所に比べたら良くないんですけど、まあ約15ウォン程度の差にとどまることが多いので、まあそのお金をどう取るかですね。僕がミョンドンに旅行に行くんだったらレートのいい両替所に行くかな。レートのいい両替所に行って、その後ワオパスにチャージします。そして本題のミョンドンをご紹介します。ミョンドンの繁華街は地図でいうとこの範囲。ミョンドンの6番出口を出るとすぐにミョンドンのメインストリートに出ることができます。メインストリートには屋台があって、平日は16時頃から、週末は14時頃から出てきます。たくさんの韓国名物や美味しい屋台の料理がたくさん食べることができるので、皆さんぜひ行ったら食べ歩きしてみましょう。またこの横にもメインストリートがあって、屋台以外にもいろんなお店が立ち並んでるので買い物も楽しめます。次にメイン通りの隣の道も活気があふれてるので絶対行きましょう。お土産にぴったりなお店や韓国グルメの人気チェーン店などがあります。このメインストリートと隣の通りを歩くだけでも結構時間かかりますし疲れます。ほどほどに歩いたらカフェや飲食店に入って休みましょう。ロンドンにはスターバックスやチェーン店のカフェもたくさんありますし、おしゃれなカフェもたくさんあります。飲食店のおすすめはやっぱりミョンドン餃子ですね。カルグクスとマンドゥがおすすめなのでぜひ食べてみてください。お肉が食べたかったらサムギョプサルチェーン店のハナプテジチがいいですね。間違いない美味しさなので外すことはありません。次におすすめなのがシンソカルビですかね。ドラム缶の上で立ちながら焼いて食べる焼肉がまた美味しいんですよ。また食べに行きたくなる味なのでほんとおすすめです。タッカルビが食べたかったらチェーン店のゆがねタッカルビ、他にもアンドンチムタクのチムタクも美味しいのでぜひ食べに行ってみてください。そして疲れたらカフェや飲食店もいいんですけど、韓国エステに行くのもおすすめ。韓国エステで体も心も癒してもらっちゃいましょう。ミョンドンはそれだけじゃなく、韓国旅行初心者に必ずおすすめしている公園があるんです。それがナンタ、ノンバーバルパフォーマンスといって、韓国語がわからなくても楽しめるんですよ。泣くぐらい面白いし、マジで圧巻のパフォーマンスを見せてくれます。お酒を飲みたい方はこの辺りに行くといいですね。ちょっとした飲み屋街があるので、韓国グルメやいろんなものをおつまみに外でもお酒を飲むことができます。ミョンドンの朝ごはんはイサックトーストですね。美味しくてちょうどいい量のトーストを食べることができます。今まで紹介したミョンドンの繁華街をざっくりマップに起こすとこんな感じですね。ミョンドンに行く際は参考にしてみてください。最後に忘れてはならないのが Nソウルタワー。ミョンドン駅の3番出口から登っていくとロープウェイがあるので、それに乗って頂上まで行って韓国ソウルのシンボル Nソウルタワーを満喫しちゃいましょう。そして今まで紹介してきたインチョン空港からの移動や eSIM、SIM カード、ワオパスに韓国エステ、ナンタに Nソウルタワー、さらに韓国グルメやホテルまで全てクルックで購入予約可能です。韓国現地に行ってから韓国が分からなくて買うことができるか不安という方はクルックで事前に買っちゃいましょう。クレジットカードやペイペイで支払いが可能だし、現地でバウチャーを見せるだけでいいので観光が楽になっちゃいます。クルックにはハングルノートのクーポンがあって、これを使えばどこよりも最安で購入することができちゃいます。ぜひクルックで僕のクーポンも使ってお得に韓国旅行を楽しみましょう。いかがでしたでしょうか。韓国旅行ミョンドンの予習はこれで完璧。ただトラブルが起きるのも韓国旅行の醍醐味です。事前準備をどれだけしても何が起こるか全く分かりませんので、トラブルすら楽しむ心を少し持っていきましょう。そうすれば韓国旅行が本当に楽しい思い出になること間違いなしです。最後まで見ていただきありがとうございました。ハングルノート加藤でした。こういった形で韓国旅行の情報をどんどんご紹介していきたいと思っておりますので、僕のブログや YouTube、SNS ぜひフォローしておいてください。じゃあね。